皆さんこんにちは、203です。最近出してる動画でトレックのエモンダ ALR アルミフレームで超軽量バイクを作りますみたいな動画で最初出したんですけども、超軽量バージョンでのインプレはしたんですけども、エモンダ ALR 自体の本来のインプレっていうのはちょっとちゃんとしたかったんで、コンポの方を、まあ、フルデュラエースにして、まあ、ホイールとかもいつも使ってるロバールのCLX64 っていう、まあ、エアロホイールですね、そちらをはめて3回ぐらい乗って、合計で、まあ、200キロ弱ぐらい乗ったんで、フレームのインプレーをしてみたいと思います。コンポはデュラエースは他のいつも乗ってるのでも使ってますし、ホイールはトレックのマドンだったりとか S ワークスのターマックなんかでずっと使っているホイール、同じホイールなんで、まあ、純粋にフレームの違いがわかるかなということで、ちょっと乗ってみた感想を言っていきたいと思います。コンポをディラーエースにして、ホイールの方も、まあ、ロバールの CLX の64にしたってことで、重さ的には7キロちょっとぐらいのところ、ペダル込みで7キロちょっと超えるぐらいのところに落ち着きました。まあ、ペダルなしで言うと多分 6.8 キロぐらいの重さになってると思います。まあ、それでも結構軽いと思いますけども、最初に乗り始めの感触なんですけども、あの超軽量バージョンの時と比べるとやっぱり、まあ、重量が多少重くなったっていうこともあって、あの漕ぎ出しの軽さとかハンドルのクイックさとかそういうのは、まあ、なくなって、まあ、割合普通の乗り出しみたいな形にはなりました。でハンドリングがまあ本当クイックだったのは多分、まあ、タイヤとホイールがすごい軽いのだったんで、そちらの影響がすごい大きかったのかなと思ってます。なんでまあ普通に、まあ、クイックさとかはなくなって、まあ、乗りやすい普通の、まあ、優等生的な、まあ、普通というとちょっと聞こえが良くないんですけども、いい方、いい意味での普通というか、変な癖がない乗り味に戻ったというか、まあそれが本来の乗り味だったと思うんですけど、そういう感じで、まあ変な尖ったとこはない乗り味になっていました。巡航なんですけども、まあホイールがエアロホイールっていうこともあって、やっぱ普通に速く走れますね。風の影響がなければまあ30キロ後半ぐらいの36、7ぐらいでスピードを出して維持できるぐらいですね。あの、まあ、巡航速度なんで平均速度ではないんで、まあ、平均速度になるとまあ30キロ行くか行かないかぐらいの走りにはなるんですけども、まあ、あの直線をある程度の時間走るっていう巡航速度でいうと、まあ、30後半ぐらいのスピードで走れるんで、トップグレードというかハイエンドのカーボンホイールと比べても、まあ、遜色ないような走りかなと思いました。巡航のほとんどはホイールによるところが大きいんで、実際はまあホイールの性能が占めてるとは思うんですけども、あまりにもそのフレームの方が柔かったり、まあ、ペダリングの力がちょっと逃げちゃうようなフレームだと、まあ、そうは言ってもやっぱりスピード落ちちゃうと思うんですけど、そういう意味ではあのハイエンドフレームと比べてもそんなに遜色ない感じで巡航できたかなと思います。下りもまあ安定してるというか、そんなに別にあのハンドリングもまあ安定してたし、そんなにそのまあ、下って怖いみたいな挙動とかはなかったんで、まあ普通にいいフレームかなと思いました。まあ上りはすごく進みますね。まあそんなに急じゃない上りだったら、まあ 4% 5% ぐらいまでだったら、あんまりその坂を感じさせずに上っていけるというか、結構あのスッスッと上っていけるんで、まあどっちかっていうとやっぱりあのヒルクライムの方がちょっと強いかなっていう印象はありました。でアルミフレームなんで、やっぱりその結構距離走った時にはまあ振動はちょっと気になるというか、振動による疲れというか、その手のしびれとか痛みとかがちょっと出るって言えば出ますね。あのカーボンに比べると、特にまあ他で乗ってるのがトレックのマドン9っていう、まあすごく乗り心地のいいロードバイクに乗ってるんで、それと比較しちゃうから余計に気になるのかもしれないですけど、やっぱり70キロ80キロ超えたぐらいの、走りになってくると、ちょっとハンドルの振動みたいのは感じるし、まあそれが蓄積されて
まあ何ですかね、その手のしびれというか手にダメージが来るみたいのはちょっとありますね。まあその走り自体でこの硬さを感じることはそんなにないんですけど、やっぱりその振動が体に蓄積されていくっていうダメージみたいのは多少ありますね、カーボンフレームに比べると。そこがまあ唯一のデメリットぐらいの感じですかね。スピード的には全然普通のハイエンドフレームと比べても遜色ない走りは多分できますし、まあおそらくその下手なカーボンフレーム、安めのカーボンフレームより、速く走れるかなっていう気もします。というか多分このエモンダ ALR から例えばステップアップして19ぐらいのカーボンフレームを新たに買って乗り換えたとすると、正直言ってあんまりグレードアップ感みたいのは走りでは感じないかもしれないですね。で今回のエモンダ ALR はあの溶接の部分、特に トップチューブのところに溶接の部分がすごい滑らかになってるんで、アルミでやっぱり見た目でどうしても溶接のとこが汚くて、そこがやっぱりカーボンバイクと比べると高級感に欠けるっていうのがあったと思うんですけども、そこの意味では今回のエモンダ ALR はトップチューブのとことかの溶接がすごい綺麗なんで、そこのクオリティの差もあんまり感じないんで、まあ全然そのカーボンバイクとのその引けを取らないというか、そのまあこっからグレードアップするって言うとやっぱりその中級カーボンというよりもう一つ上のやっぱフラッグシップ級のものに変えないと良さがわからないかもしれないですね。エモンダ同士で比べるんだったらエモンダの ALR から SL にしても多分あんまり良さが分かんなくて、 SLR まで行かないと、ちょっと違いが出ないかもしれないですね。ただまあエモンダの SL とかでもやっぱりカーボンの良さみたいなのは多分出ると思うんで、乗り心地っていう意味ではやっぱりそこは差が出ると思うんで、スピード的な差が出なくてもまあ乗り心地の面でカーボンの方がいいっていう人はもちろんそちらを選んだ方がいいと思うんですけども、アルミでも全然普通に乗れるかなっていう感じはあります。やっぱりそのコストパフォーマンスっていうのはすごく良くて、アルミだったら一つ上のコンポ、例えばアルテグラとかでカーボンの105と同じぐらいの値段で多分買えるような価格設定になってたりするんで、まあそういう意味で言うとまあコストパフォーマンス的には優れてるかなと思います。でまあ乗る人が本当若い人とかだったらその乗り心地みたいのも多分体力的なというか若さ的なもので全然カバーできると思うんで、もうやっぱりもうその辺はもうコストパフォーマンスで選んでもらってもいいのかなと思いました。僕みたいに結構年が上がってくるとやっぱり乗り心地ってのは結構重要な要素になってくるんで、まあ本当長く乗りたいんだったらそのエモンダみたいなよりドマーネとかマドンみたいな乗り心地のいい方をまあ選びたくはなってしまうとは思います。まあ、結論から言うと、エモンダの ALR は、上の方のモデルと比べても遜色ない走りはできますし、特に尖ったとこはなくて癖がないんで乗りやすいですね。何か一つがすごい優れてるみたいなちょっと感じないんですけども、全部が高い次元でまとまってて本当乗りやすいですね。まあ一つだけ欠点を言うと、やっぱりアルミバイクなんでちょっと乗り心地のところは、まあ、カーボンのモデルに比べるとちょっと悪いというか振動がやっぱり来るんで、長時間乗ってると手とかお尻とかダメージが蓄積されて疲労感が出る可能性がありますね。でもまあ総合的に言うとまあ値段も安いし、まあ最初に買うモデルとしてもすごくいいし、長く乗っていけるし、いいコンポ、いいホイールをつけていけばいい走りもできるし、まあメインにもなるし、まあトップモデルとかハイエンドモデル持ってる人のサブバイクなんかで、通勤に使うのなんかでもすごくいいバイクだと思います。これは非常におすすめできるバイクだなと思いました。いかがだったでしょうか？今回は、トレックのエモンダ ALR のインプレッションをしました。今後もいろいろ企画を考えてますんで、楽しみにしていてください。ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた。